士の担当は覚えたね。じゃあ手分けして行動しよう。もう一回念を押すけど、絶対にあの方に気づかれないよう気をつけてね。心配すんなって。私たち傭兵は秘密を守ることを命よりも大切にしてるからな。おそらくそのような事態にはならないかと。ただの例え話だよ。私の言いたいことはわかるだろう。やっぱりちょっと心配だな。絶対に口を滑らせはしないけど、もし何の前触れもなく背後に現れて、もしそれに気づけなかったら。よう、みんなここで何してるんだ。うわあ、私何も知らないし何も話してない。秘密を隠したりなんか絶対にしてないから。落ち着いてコレイ。まずは誰が来たのかくらい確かめないと。お、旅人にパイモン、ここで会えるなんてな。え、なんだ、お前たちだったのか。ふぅ、びっくりした。授業中にぼーっとしてたら後ろに師匠が立ってた時よりも焦ったよ。家臣探査に参加するためスメールに戻ってきたのですか。うん、お祭りの間は盛り上がるだろうし、せっかくなら友達と一緒に過ごしたいなって。うん、教練員でもいろんな準備を進めてるって先生から聞いたよ。今年はクラクサナリデビ様の誕生日を盛大に祝ってあげようとしてるみたい。かつて教練員が犯した過ちに対するささやかな償いって意味もあるんだろうね。ひひ、オイラたちタイミングバッチリだな。楽しいものをたくさん見て、美味しいものをたらふく食べられそうだぜ。それはそうと、さっきは何の話をしてたんだ。秘密とかなんとかこそこそ話してたけど。近くに。いい？誰にも言わないでね。実はクラクサナリデビ様のためにサプライズを用意しようと考えてるんだ。わー、バースデーサプライズってやつか。ええ、ディシアの提案なんですよ。ん？ああ、ドニアザードと話してたらふと思いついたんだ。家臣探査って毎年似たり寄ったりだろ。今年はちょっと特別な企画があってもいいと思ってさ。ドニアザードもいいアイデアだって言ってくれたし、みんなに相談したら話がサクサク進んでな。サプライズだから知ってる人は少ない方がいい。何せ知恵の神が相手だからね。ちょっとしたことで感づかれるかもしれない。そうだな。で、いつまでこんな風に話さなきゃいけないんだ。古本。とにかくここ数日手が空いてる友人たちに準備を手伝ってもらうことにしたんだ。それで具体的には何をするんだ。クラクサナリデビ様はキャンディーがお好きらしいから、そこをポイントにサプライズの内容を考えようと思ってる。フロート社のパレードの後は誕生日パーティーに誘うつもりだ。だからハフトシーンとかも外せない。デザインの方はカーベに任せてある。今のところ僕たちは食材と飾りを買い揃えればいい。あ、そうそう、ここまで話を聞いちゃったんだし、オイラたちも手を貸すぞ。だったらキャンディス、さっき買い出しを手伝ってほしいって言ってたよな。ほら、渡りに船ってやつだぜ。ええ、最近はあまり砂漠から出ていませんから、この辺の相場や品を見極められる自信がなくて。ご迷惑でなければ。
と言うなって。むしろみんなの役に立てて、オイラたちにとってもサプライズだぜ。お、パイモン、ずいぶん口がうまくなったな。では、お言葉に甘えさせていただきます。よし、決まりだな。飾りは私とドニアザードが担当する。パーティー会場は、ティナリに任せた。なんだかワクワクしてきたぞ。早速行動開始だ。ナヒーダに素敵な誕生日プレゼントを。シー。あ、そうだった。興奮してつい。シー。
りを全部かき消す勢いだぞ。ここはパレードの終点になるそうです。前もって屋台を出しているところがたくさんあるので、いつもより賑やかなのでしょう。パール村からも多くの商人が来ていますよ。みんな家臣探査を楽しみにしているようです。ひひ、なら買い物は心配いらないな。値切りはオイラたちに任せろ。はい、お願い。いえ、何でもありません。ご心配をおかけしてすみません。まずはあそこのお店に行ってみましょう。いらっしゃい。何にする？家臣探査当日に必要な軽食を注文したいのですが、パレードが終わったら取りに来るので、事前に用意しておいていただけますか？テイクアウトだね。ね、問題ないよ。ご注文は？マサラチーズボールとポテトボートを3つずつ、パニプリを10人前、それからカレーシュリムプを3つお願いします。ちょっと待ってて、メモしとくから。ポテトボートにパニプリ。よし、オッケー。それにしてもかなりの量だね。ええ、これだけの量ですし、少し負けていただけませんか？ああ、もちろん。全部で2万9千モラだが、2万6千モラでどうだい？2万モラにしていただけませんか？え？それはちょっと困るよ。パレード当日はお客さんも多いし、わざわざ食材を取っとくんだから。そうですか。ではそもそも5つ追加しましょう。なんとかお願いできませんか？2割引きまでが限界だな。わかりました。ありがとうございます。とんでもない。キャンディスってオイラたちより値引きがうまいんじゃないか。それから他にも何か？いえ、ただコンロを点検してみてください。長く使っていると安全面に懸念が出てくるかもしれませんので。ああ、ありがとう。だが今日新しく燃料を変えたばかりだから、その心配は。うわっと煙だ。大丈夫ですか？あ、平気だ。ありがとう。でもおかしいな。あの、送風機が壊れてはいませんか？その可能性はあるな。この間も似たような事故がうちで起きたし、送風機を変えたばかりだっていうのに。今度は後で点検してみてください。ひとまずお怪我がないようでよかったです。水でしたら持っていますが、いかがですか？いや、大丈夫だ。お気遣いありがとう。それにしてもお客さんよくわかったね。もう少し早く来てくれてたら未然に防げたかもね。今日中にコンロを修理しとくから、家臣探査当日の注文には影響しないはずだ。心配しないでくれ。無理せず安全を優先してください。内金はここに置いておきます。ああ、ありがとう。さっきは危なかったな。キャンディスが気づいてくれてよかったぜ。その、私にもよくわかりません。勘というものでしょうか。ふぅ。で、次はどこに行くんだ？コンロがないとこだといいんだけど。さっきはほんとヒヤッとしたぞ。次はキャンディを作るのに必要なフルーツを買いに行きましょう。うん、久しぶりにオルモスコアに来たし、ついでにいろいろ買おうぜ。
フルーツ店はあそこだったよな。キャディさん、大丈夫か？危ない！お怪我はありませんか？ありがとう。何かあったのか？あそこの箱が急に倒れてきたんだけど、キャンディスがこの子を助けてやったんだ。君、お父さんとお母さんは？パパとママは港の酒場に。私、退屈だったから。もう大丈夫ですよ。遊ぶときは周りに気をつけてくださいね。早く親のとこに戻りな。ここに箱を置いたのは誰だ？俺だけど。道路脇に重いものを積むなと言ったはずだ。一体どういうことだ？すまない。最近荷物が増えてきて、倉庫に置き場がなかったから。ああ。すぐどかすよ。次からは気をつけるから。はあ。助かったよ。俺の監督不足だ。キャンディスさんがいなかったら大事故になりかねなかった。お気になさらないでください。ここ一帯の安全を守ることはきっと大変でしょう。ましてやお祭りの時期ですから。お手数ですが、引き続き気を配っていただければ助かります。過信探査の間は目がいくつあっても足りないぐらいだ。ああ、誤解しないでくれ。キャンディスさんのアドバイスは、しかと胸に刻んでおこう。買い物中だったんだろ？これ以上邪魔はしないでおくよ。じゃ、祭りを楽しんでくれ。キャンディス、さっきはすごかったぞ。箱が倒れる前に走り出してたよな。実は、そういった未来が見えたんです。え？未来を予知できるってことか？ええ、先ほどのコンロの事故もその場面が見えました。この琥珀色の左目を特別に思ったことはありません。これまで変わった光景を見たことだってありませんでした。しかし今朝からしきりに何らかの場面が見えるようになったのです。そして数秒後には現実に。他の人は知ってるのか？いえ、この現象が予知かどうか、まだ確信はありませんし、みんなに余計な心配をかけたくはありませんから。特には何も。いつも通り一日の仕事の手配を終え、神様にお祈りを捧げてから、待ち合わせの場所に向かいました。強いて言うなら、道端で綺麗な宝石を買ったことぐらいでしょうか。おお、確かに綺麗だな。あなたも気づきましたか？宝石から特殊な元素の痕跡をかすかに感じます。実はそれが気になって買うことにしたんです。予知が宝石と関係してるってことか？その可能性はあると思います。もしよかったら、宝石を手に持って試してみてくれませんか？そうですか。誰にでも起こる現象ではないようですね。何らかの条件が必要なのかもしれません。それとも、アフマル様の民であることと関係しているのでしょうか？他の奴に聞いてみるのはどうだ？過信探査の準備で忙しい時期ですから、できればこういったことでお手を煩わせるのは、それに、ちょうどここ数日は任務も多くありませんし、自分で調査すれば済むことです。これも、ガーディアンたる私の責務でしょう。ありがとうございます。
なたがいてくれたら私も安心です。まるで夜に仲間と焚き火を眺めているかのように。とりあえず買い出しを済ませてから石の情報を集めましょう。石の出所については商人に聞けば教えてくれるはずです。商人といえばあの情報通の大商人がいるよな。モラをかっつり持ってかれるだろうけど、もしかしてドリーという名の方でしょうか。アール村でもその噂は耳にしていました。そうそう、ただモラに目がないやつだから値切り交渉は無理しない方がいいぜ。もう上質なものを揃いましたからご心配なく。あと新しく仕入れた品もありますの。いかがかしら。え、いらない。構いませんとも。またお越しくださいまし。こちら様かと思えば、私の大事な、大事なお客さんじゃありませんの。そちらは、アール村のガーディアン、キャンディーズさんですね。これはまたまた素敵なお客さんですこと。さてさて、ご用件は何でしょう。私、砂漠では怪しい取引なんて、怪しい取引なんてしてませんけど。いえ、誤解なさらないでください。ドリーさんにお伺いしたいことがあって尋ねたのです。あら、情報を求めて。ああ、なんなりとお聞きくださいまし。私、情報の取引が一番好きですの。かさばらないし倍の値段で。あ、いや、免税対象でもありますから。実は今朝、変わった宝石を購入しまして、これを加工した人が、どこで原石を手に入れたのか、商人にお聞きしたいのです。ちなみに、その方の名前はメモしてあります。人探しですわね。手間がかかるタイプですので、それなりのモラが必要になりますわ。もちろん万能と名高いドリーさんが直接石の由来を調べてくださっても構いません。相応の報酬はお支払いしますので。利益は少ないですが、人探しは大した手間じゃありませんわ。宝石を加工している知人たちに聞けば、済むでしょう。そんなこと言われても、この類の情報は企業秘密ですから。調べるのも一苦労です。一苦労ですの。よろしければ値段をご提示いただけませんか。潔いですわね。ちょいとお待ちくださいまし。交通費に差し入れ代、それから20万もら、20万もらで
いかがかしら。うえ、高すぎるぞ。申し訳ありませんが、ご提示の額では予算を超えてしまいます。もう少し安くしていただけませんか。構いませんわ、うん、人情味のあるアール村の方には、ま、思い切って譲ってあげましょう。そちらの希望価格をご提示くださいまし。5万モラでどうでしょうか。なあ、な、なんですって。どうしましたか。砂漠での相場を言っただけですが。あ、無理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 ですわ。こんな商売をしてたら破産してしまいますわ。そうですか、仕方がありませんね。では3万モラでどうでしょう。ありませんよね。そちらのキャラバンがアール村を訪れた際の安全を保証し、一部税金も免除します。いかがでしょう。いやー、最近のアール村にはビジネスチャンスがコロコロ転がっていますし、管理屋の後ろ盾までもらえるな。確かに悪くない取引です。確かに。ひょっとしてアール村のために攻撃を行おうと。ああ、恐ろしい女です。あ、うん。はい、やってみました。バッタだけのつもりでお引き受けします。さあ3万もらで受けたまわりましたわ。本当ですか。さすがスメール切手の大商人、その器量と見識は噂通りですね。もちろんです。アール村のガーディアンとの友好関係を築くために損を覚悟でお受けいたしましょう。それでしたら、ストップ、あ、ストップ、うん、そのままでもう決まりですの。宝石職人へのおもてなしは500ボラの屋台料理で済ませるしかありませんわね。情報を集める時間が必要ですので、はい、また明日来てくださいまっしゅ。このタイプの依頼は手間がかかりますの。本当にありがとうございます。ドリーさん、旅人さん、せっかくスメールに来たのですから、オルモス港をゆっくり散策されてはどうでしょう。先ほど買ったものは私が預かりますので。そうか、オイラたち特に何もしてないのに、なんか悪いな。そんなことはありません。私の方こそ付き合わせてしまって申し訳ありませんでした。相変わらず気さくなお方ですね。あなたたちに神様のご加護があらんこと。ドリーさんも全てが順調にいきますように。ではまた明日お伺いします。また明日。
この辺りで取引をされていたようです。私も早く到着したので、例の話はもう済ませてあります。ロリーさんはアール村の通行証と減税証明書を受け取るとすぐに出発されました。あいつ1秒も無駄にしないんだな。それで宝石の出所は分かったのか？ええ、スメールの宝石商から情報を聞き出してくれました。その石は数ヶ月前、砂漠のとある遺跡で見つかったとのことです。名もなきその遺跡は損壊が激しく、壁に書かれた文字も識別できないほどだったと。ただ、もっと気になるのは、似たような宝石がもう一つあるという点です。もう一つ？発見当時、宝石は真ん中のあたりにひびが入っていたそうです。宝石を加工する職人は直しようがないと判断し、いっそそれを似たような形になるよう2つに切断しました。じゃあその片割れはどこにあるの？私もそれが気がかりなのです。もし本当に宝石に未来を予知する力が秘められているのなら、悪党の手に渡った時大変なことになりかねません。ちょうど今朝砂漠で襲撃事件があったと聞きました。かなり偏僻な道を進んでいたキャラバンが襲われたそうです。その事件がもう一つの宝石と関係あると思ってるのか？まだ確かなことは言えません。ただ一般的にキャラバンが偏僻な道を選ぶ理由は、規模の小さな商売を行っているか、もしくは重要な荷物を運ぶため外部にルートを知られたくないかのどちらかです。その可能性はあるでしょう。こうなったら現地で調べてみるしかなさそうだな。あ、でも過信滞在の準備はどうしよう。リシアに日程を確認したところ、後でオルモス港で合流すればいいとのことでしたので、少し急げば間に合うはずです。あ、もちろんもし他に用事がありましたら砂漠までご同行いただかなくても大丈夫ですよ。何言ってんだよ。オイラたちも調査を手伝うって約束しただろ。遠慮すんなって。わかりました。力をお貸しいただき感謝します。この辺りで起きたはずです。全く人気がない場所だな。旅人さん、パイモンさん、ここを見てください。何か感じませんか？
砂漠の部族やエルマイト旅団の中には元素力を扱える人も少なくありません。その力を利用してキャラバンを襲い、不義の富を築く者もいます。お、割れた板があるぞ。キャラバンの輸送車から外れた木の板のようですね。焦げた跡もあります。爆発でも起きたのでしょうか。あちらにある痕跡はまだあまり時間が経っていないようです。道に沿って調べていきましょう。こちらの方角を示しています。上へ行きましょう。急がなくてもいいのよ。なんてこった。わざわざ偏僻な道を選んだっていうのに襲われちまうなんて。すみません、ちょっとお尋ねしても。誰だ。アール村のガーディアン、キャンディスと申します。今朝の強盗事件についてお聞きしたいのですが。ガーディアンだって。おい、何ビビってやがる。ガーディアンってのは俺たちを守る存在だろうが。あ、そうだった。すまんすまん、みっともないところを見せたな。こいつまだ襲われたショックから抜け出せてないんだ。いえ、さぞ辛い思いをされたことでしょう。ところで、今日はここで漏洩されるおつもりなのですか。キャラバン宿駅はそう遠くないはずですが。ああ、あまりに悔しかったからな。仲間たちを呼んで襲った奴らを懲らしめてやろうと思ってるんだ。いくらか品も取り返せるだろう。食料もあまり残っていないようですし、この状況では冷静さを保つことが大切です。砂漠では衝動と油断が命取りになることもありますので。どんな荷を運ばれていたかお聞きしても。危険物だよ。え、何言ってんだ。花火だろうが。だって箱に危険物って書いてあっただろ。当たり前だろ、花火に食品って書くのか。はあ、すまんな。こいつちょっと抜けてるところがあるんだ。気にしないでくれ。キャラバン宿駅の衛兵に知られたらまた問い詰められちまう。花火をどちらへ運ぼうとしていたのですか。砂漠にある集落さ。過信探査の時期だからお祝い用として最近注文が多いんだ。俺らみたいな小さな商売をしてるところもおこぼれに預かれるほどでな。大体は距離が遠くて敬遠される注文なんだが。なるほど。もしよろしければ事件発生時の状況を聞かせていただけませんか。ああ、別に構わないぜ。遠回りして偏僻な道を選んで進んでたら、辺り一面のツルクサに足止めされたんだ。ツルクサ。砂漠にツルクサが入るわけねえだろうが。車輪が砂にはまって動かなくなっちまったんだ。あれはきっと罠にちげえねえ。
その後、急に空から爆弾が落ちてきた。爆弾。黙ってろ。さっきの衝撃で頭のネジでも外れちまったのか。こいつのことは気にするな。ショックでわけわからんことを口走ってるだけだ。俺らの足止めに成功した奴らは火のついた矢を放ってきた。それに花火が引火してもうてんやわんやさ。その隙に奴らは荷をかっさらっていった。強盗の姿は覚えていますか？いや、あの時は逃げるのに精一杯だったし、砂ぼこりで何一つ見えやしなかった。ああ、でも緑色の石を持ってたような。もしかしてこれと似たものでしょうか？そうそう、そんな感じのだ。あんな高価そうなものを持ってるのに、しょうもねえ花火を狙いやがって、わけのわからん奴らだぜ。おおよその状況はわかりました。しかしここはやはり安全を優先し、キャラバン宿駅の衛兵に状況を報告することをお勧めします。感情に流されて無謀な行為に出るべきではありません。あ、わかった。少し休んだら出発するよ。では失礼します。行きましょう。ここまで来れば聞こえないでしょう。旅人さん、どう思いますか？ええ、同感です。先ほどの人は何かを隠しています。彼らが運んでいたのは花火だけではないでしょう。そして今、その危険物が正体不明の強盗の手に渡っています。悪党同士の抗争か？あり得る話です。強盗たちがなぜ危険物を奪ったのか、一刻も早く解明しなければなりません。あなたの心配もわかります。相手は待ち伏せの位置を正確に定め、行動も非常に効率のいいものでした。宝石により未来を予知した可能性が高いです。思っていたよりも危険な状況かもしれません。みんなにも相談した方が良さそうですね。ただその前に、一度キャラバン宿駅に行って衛兵に報告しましょう。お二人はここで少し休んでいてください。衛兵と少し話をしてきます。まさかこんな展開になるなんてな。過信探査を無事に過ごせたらいいけど。ん？今の言葉、大マハマトラとしては見過ごせないな。セノ、なんでここにいるんだ？ああ、公務中でな。ある奇妙な強盗事件を調べている。え？もしかしてセナもあの事件を？俺なら平気だ。道中パチサラプリンを買った。後で食べるつもりだったんだが、いるか？いいのか？ありがとうな。味はどうだ？パチサラプリン、旨味たっぷりんだろ。言うからむすんじゃったじゃんかよ。先ほどの話に戻るが、お前たちの言う強盗事件とは。そうか、すでにキャンディスと調査中だったとは。詳細はキャンディスが戻ったら話してくれるだろうけど、あの襲われたっていうキャラバンは相当気な臭かったぞ。わかった、あとは俺に任せてくれ。そうだ、これから何か予定はあるか？おう、キャンディスと一緒に帰るつもりだ。その後はみんなと一緒に散歩へ。
何か隠してるようだな。隠してないぞ。何もたくらんでなんかないからな。砂漠の積年の実は絶対に嘘をつかない。なぜか知ってるか？なんでだ。嘘をつけば相手の恨みつらみが爆発することを知っているからだ。これを積年の恨みという。本当か？なら秘密を吐くんだな。本当に隠し事なんかしてないぞ。そうか、鈴木にも負けない根性だ。なんだって？鈴木は鈴木だが、巣のない湖で一生を過ごす。凄まじい根性だろ。オイラもだ。大マハマトラに尋問される恐ろしさを身をもって知ったぜ。尋問？何の話ですか？キャンディス！やっと戻ってきたんだな！助けてくれ！どうかしました？セノさんはむしろ楽しげな表情ですが。変わりないか。旅人から事の経緯は聞いた。あとは俺に任せてくれ。ただ午後の予定を聞いたらはぐらかされてな。午後ですか。オルモス港に行ってサプライズの準備をしますが。うわあ、キャンディス、バレちゃうじゃんかよ。セノさんもサプライズ計画のメンバーですよ。え、なら早く言えよ、セノ。言おうとしたが、お前たちが遮ったんだろ。午後は事件の調査をするから行けないと、ことづてを頼もうとしたんだが。おかげでダジャレを2連発で食らっちゃったぞ。サプライズ計画のメンバーを伝えていなかった私たちのせいですね。申し訳ありません。何はともあれ、誤解が解けたならそれでいい。みんなによろしく伝えておいてくれ。それと、これは俺が買い出しで揃えた分だ。悪いが、一緒に持ち帰ってくれると助かる。おう、任せろ。ああ、ダジャレではいつもお前たちを任している。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。やのセノさんに会うことはめったにないのですが、きっと友人が過信探査のためスメールに戻ってきてくれたことが嬉しかったのでしょう。道理で仕事モードだっていうのに、ダジャレをお腹いっぱい溜め込んでたわけだ。お腹が冷えちゃわないか心配だぜ。キャンディス、まさかまた未来が見えたのか？ええ、あちらの路地から人が二人現れるのが見えました。
しかも何やら不穏な話をしているようです。不穏な話？もしかして危険物を盗んだ奴らか？いえ、残念ながら予知で見えた場面はぼやけていて、会話も一言二言しか聞き取れず、どれも断片的です。なら隠れて観察しよう。過信探査を邪魔しようとする奴らは現行犯逮捕してやろうぜ。詳しくない。サイン。発が起こる。おい、聞いたか？だいぶ物騒な話をしてるみたいだぞ。もう少し近づいてみましょう。ロード車通るとき、あれを押し出して。風向きと。ないだろ。その計画は諦めなさい。え？どうしたんだ？なんでお前たちが？一体どんな恐ろしい計画を企んでるんだよ。爆発とかフロート車とか聞こえてきたけど。想像は思考に由来する。君がそう考えているから、恐ろしい想像が膨らむんだ。パイモン、何を考えているんだ。僕たちは過信探査のサプライズについて話し合っていたんだが。だから問題はそこじゃないと言っているだろ。僕とあの子の関係は冷たいものじゃない。君の推測はずれている。一日中ずっと行方不明だと、そっちが先に言い出したんだろ。いなくなったのは、これまで一度も給料をもらっていないことに気づいたからかもしれないと。あれは、つい心配で言葉を漏らしただけだ。コーヒーを買いに行かせるようになったのは最近のことだぞ。教練員の新入生たちが、進んで先輩のコーヒーを買いに行くことを知り、そこから想像が膨らんで、自身の扱われ方に不満を抱いたのかもしれない。そんなわけないだろ。僕はあいつを助手扱いしたことは一度もない。いや、もしかするとコーヒーを買うときに何かあったんじゃ。そのせいで家出をしたとか。そして機械としての生涯を振り返ったら、ますます怒りが湧いてきて、二度と帰らないと決断したのかもしれない。おめでたい想像力だな。でもメラックは僕が作ったんだ。そんな冷徹なわけがない。それに毎週丁寧に手入れだってしてるし。それで君はあいつを探すためにオルモス港まで来て、書類を回収しに来た俺にばったり出くわしたというわけだな。まあそこについてはちょうどよかったよ。プランが完成したから目を通してくれないか。自分の腕に自信があるんじゃなかったか。そうじゃなくて、このコースで問題ないか見てほしいんだ。残念ながら当日のフロート車のコースについては詳しくない。ああ、準備を手伝うよう教練員から言われているだろう。その気はないのか。職務外のことだからな。知らなくて当然だろう。この俺を説得できるとでも。それもそうだな。まあいい、最後の爆発のプランだけでも見てくれ。爆発？ああ、僕が設計したキャンディータワーが時間きっかりにフロート車にぶつかって爆発するんだ。そしたら中に仕込んである装置がキャンディーを周囲に発射するというものでね。あ、もちろん本当の爆発じゃなくてクラッカーみたいなものだ。食品工学の論文を多数調べた結果、キャンディーの材料とタワーの外装が芸商花で折った布のように柔らかなものであれば、仮に当たっても全く痛くないと分かった。サインを出すことで遠くにいるメラックが装置を起動させ、指定位置で爆発が起こるようになっている。爆発のタイミングを？
クラクサナリデビ様の乗ったフロート車が通るときにサインは出される。そのタイミングであれを押し出してバーンって寸法さ。風向きと湿度も考慮しないといけないな。ああ、その辺は織り込み済みだ。それらの要素をクリアする装置をキャンディータワーに仕込んである。失敗はしないだろう。なんだ、そういうことだったのか。君たちは全く違うことを想像していたようだな。それは私が説明しましょう。未来が見える能力、どうも怪しいな。実に面白い。その能力をもとにまだ見ぬ現実に仮説を立てたが、結果が違っていたというわけか。おそらく問題は結果にあるとは限らない。どういう意味だ？もっとわかるように言ってくれよ。もしキャンディスが見た光景が未来ではなく過去だったとしても、同じく説明がつくということだ。過去？ジャハンギルは前にも送風機が故障したことがあると言っていたのだろう。彼自身の話からも伺えるように、その装置が壊れた時の状況はそう変わりないはずだ。それから過信探査の影響で、ここ最近のオルモス校はどこも世話しない。道路脇に荷物が置かれていることはままある。路地裏で話し合いをするものだって珍しくないだろう。アルハイゼンさんのお考えですと、私は過去の出来事を見たということでしょうか。奇妙な現象もただの錯覚に過ぎなかったということはある。そうだな。未来にズレが生じたという説と過去が見えたという説を比べたら、後者の方が納得はできる。それもあるな。だが俺の推論は別に他人の感想を考慮したものではない。単純にもう一つの視点を提供しただけだ。確かにその可能性はあるかも。現状そのような現象が引き起こされる条件や原因は不明だ。しかし二つの可能性を念頭に置いておいた方がいいだろう。もう一つの視点か。ああそうか、メラックは君のことが嫌で出て行ったんじゃないか。天才的だな。まるでメラックが昨日今日俺と知り合ったかのように言うところが。確かに君の声を識別できるよう設定してあるし、ずっと前から知っているはずだ。なら別の事情があるってことか。カーベ、メラックが行方不明になったって本当か？じゃあ今こっちに向かって飛んできてるやつって。え、どこに行ってたんだ？店にコーヒー豆の在庫がなかったから他を当たってくれていた。買えなくても別に構わないのに、そこまでしてくれるなんて。キャンディス、どうかしたのか？いえ、ただアルハイゼンさんの仮説は確かに一理ありますが、砂漠で強盗に襲われたキャラバンの件はどう解釈すればいいのでしょう。あ、もう来てたんだね。あ、みんな浮かない顔してどうしたの？ちょっとした謎々さ。ああ、もう集合の時間か。歩きながら話そう。俺は知恵の殿堂に行く。じゃあな。もう来ないのかと思ったぞ。
元気いっぱいの若者が年老いた先輩を待たせるとはの。ファルザン先輩、実はある問題について話し合ってて。キャンディータワーを作ることよりも急を要することなのか。ちょうどいいキャンディーの材料が見つからなくて散々頭を悩ませておったじゃろう。して解決策はあったのか。ええ、バッチリです。数十本の論文を読破した甲斐がありました。うむ、あっぱれじゃん。カーベは実に働き者じゃの。さ、早速作業開始じゃ。サボろうなんて考えるでないぞ。仕方ない、この問題はセノに任せておこう。僕たちがここで考えたってしょうがないしね。わかったなら早う動くんじゃん。子供じゃあるまいし、いつまで先輩に言わせるつもりじゃ。そうじゃカーベ、フロート車を模した装置を作ってほしいと言っておったじゃろ。もうできておるぞ。こんなに早く、さすがファルザン先輩。これくらい昔、つまり100年前からおるわしならチロン派の問題集を解くのと同じぐらい朝飯前じゃん。これ持っていけ、うまく使えるか試してみるとよい。はい、ありがとうございます。すまない、旅人、君が試してみてくれないか。僕は横で。旅人とファルザン先輩のおかげでキャンディータワーの構想は固まったよ。次はいよいよ制作じゃな。お前は作図に専念を、わしらはキャンディー作りの準備といこう。フレイとオディシアはどこじゃ。二人はドニアザードさんの家でキャンディーの飾り付けをしています。器用な二人のことですから心配はいらないでしょう。いっそのこと、スメールシティに集まった方が良くないか？なんでここにしたんだ？シティ内だと、クラクサナリデビ様の住居に近いから、散歩の途中でばったり会うかもしれないだろ？その点、ここならそこそこ離れているし、バレる可能性も低いってわけだ。サプライズを用意しているところを、クラクサナリデビ様に見られたら。あら？ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。くっ！どうかしたのかしら？カーベー！はい。このデザインはなんじゃ。屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろ。失敗じゃ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。クラクサナリテビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも
改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。建築の話かしら。新しいアイデアを取り入れたデザインも素晴らしいと思うけれど。クラクサナリテビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが時々破天荒なことをしでかすからの。少し手直しすれば問題ない。そう、あなたまでそう言うなら、もしよかったらデザインを見せてくれるかしら。何かアドバイスができるかもしれないでしょ。あら、何か都合でも悪いの？そのデザインの方は。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから？それとも人に言えないトラブルにでもあったのかしら。デザインはその友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。ご用かしら。はい、過信探祭で披露する演目をズバイルシアターで練習しているのですが、クラクサナリデビ様の意見を聞きたいとみんなが言っておりまして。そう、ならすぐに向かうわ。わざわざ探しに来てくれてありがとう。いえ、クラクサナリデビ様が時間を作って来てくださればみんなすごく喜ぶと思います。もちろん任せてちょうだい。最近は割と時間に余裕があるの。今日もオルモス校が賑やかだと聞いて見に来ただけだから。じゃあ私はニーローと一緒に行くわね。またお会いしましょう。危なかったぜ。もう少しでバレるところだった。すまぬカーベ、さっきはつい変なことを口走ってしもうた。別にお前のデザインに文句をつけるつもりはなかったんじゃが、わしは優秀な後輩に対してあんな風に叱ったりする先輩ではない。お前も知っておるじゃろ。ええ、もちろんです。そうそう、カーベ。ああ、もうこんな時間じゃ。はよデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる気じゃ。あ、はい、今行ってきます。もし私に聞きたいことや力になれることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。ありがとうございます。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。もうやめてくれ。これ以上は心臓が持たないぞ。念のため集合場所はパルディスディアイに変更した方が良さそうだね。距離的にここにしたけど人目につきやすい点を考慮してなかった。今すぐ移動しますか？うん、そうしよっか。カーベにはキャンディータワーのデザインに専念してもらって、残りのメンバーで材料をパルディスディアイに運ぼう。カーベ、お前がデザインしたキャンディータワーならどんな形だろうとわしは賛成じゃぞ。はい。
後輩を叱ったりはしないって言うけど、さっきの口ぶりから先輩の若かりし頃の意向が垣間見えた気がする。いや、先輩は今もお若いか。じゃあ決まりだ。明日はパルディスディアイで会おう。砂の海だって海だ。ただの芝居だったのに、どうして本当に設計図の修正案を考えてしまっているんだろう。はあ、職業病かな。よっ、全部キャンディータワーの造形。おかしい。気の毒に、ワコードよ。次はわしが美味しいものをおごってやろう。デオ、立派な後輩じゃ。砂の海だって海だ。寝坊でもしたのか。いや、そんなこと今まで一度もなかったし。来る途中ですれ違った可能性は。やあ、って俺なんでみんな心配そうな顔してるんだ。ニーローさんがまだ来ていないのです。え、ただの遅刻じゃないのか。それがちょっとおかしいんだ。ニーローはいつも早めに来てた。それにセノがさっきグランドバザールに寄って彼女に声をかけようとした時、もうとっくに出かけたと言われた。で、セノは着いたのにニーローはまだ着いてないってわけか。はい、だから心配しているのです。あの日、危険物を輸送するキャラバンを尋問したんだが、貨物が全て奪われた以上、物的証拠は何もない。それに、この件に関しては、あいつらも被害者だからな。キャラバンは確かに怪しいが、盗まれた貨物を取り戻すまでは、保護という名目で監視を続けるしかない。宝石についても、売り手と連絡がついた。もう一つの宝石は、砂漠で若い男が買っていったそうだ。とにかく状況をまとめると、危険物ともう一つの宝石の行方は分からず、ニーローがどこに行ったのかも分からない、ということだね。でも、なんでニーローが巻き込まれたんだ？三つの出来事につながりがあるかどうかはまだ分からないけどね。ただ、その方向で仮説を立てるなら、ニーローの家臣の舞は、家臣探査の重要なプログラムだから、もし、相手の目的が、家臣探査をめちゃくちゃにすることなら、ニーローがターゲットになる可能性は高い。旅人、キャンディス。早速痕跡をたどろう。
チナリはパルディスディアイに残って、他の奴が来たら状況を説明してやってくれ。うん。単に急ぎの用事ができちゃったって可能性もあるしね。ここで待ってるよ。まずはグランドバザールに行こう。ニーローがどこから出かけたか確認するんだ。どこに行ったんだろう。何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。どうしたんだ？ニーローがどこに行ったかわかるか？ニーロー？今日は友達の手伝いに行くと言って早くに出かけたが。一人でか？どの門から出たか見なかったか？ああ、一人だったぞ。そうだな、確か北門だったはずだ。パルディスディアイとは真逆の方向だな。何かあったのか？こんな肝心な時に冗談じゃないぞ。ズバイルさん、もしニーローがグランドバザールに戻ったら、パルディスディアイの者に伝えてくれないか。ああ、まあ手が離せない用事ができただけだと思うんだが、とにかく早く向かってくれ。解決したら俺にも知らせてくれるか。ああ、必ず。さあ、行こう。北門を出て誰かに聞いてみよう。今朝ニーローを見かけなかったか？ニーローさんですか？綺麗な服を着て町の外に行くのを見ましたけど。町の外？ええ、あちらの方です。後を追いかけてる奴はいなかったか？
ニーローの様子はどうだった？ いえ、私が見かけた時は一人でしたよ。挨拶もしてくれて、とても元気でした。わかった。情報提供ありがとう。ちょっといいか。今朝ズバイルシアターのニーローが街を出るのを見かけなかったか？セノさん、お疲れ様です。ニーローさんなら街を出て橋を渡ってましたよ。橋の向こうで男の人と待ち合わせしてたみたいで。まさか砂漠で宝石を買ったってやつじゃないよな？男の顔は見たか？すみません、さすがに遠すぎて。そうか。もしニーローが戻ってきたら、パルディスディアイに行って俺を探すように伝えてくれ。かしこまりました。引き続き進もう。この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。ようですが、追ってみますか？いや、足跡が多すぎて方向を間違えてしまう可能性がある。そうだな。俺たちはここで痕跡を分析しておく。もし何か分かったらすぐに知らせてくださいね。あちらにあるのは、砂漠にいた男。痕跡を見る限り左へ行ったようですね。足跡が多すぎる。もう一度確認してみよう。
ごちゃした石？なるほど、ありがとな、アランサカ。そういや、さっきの口を滑らせるとかっていうのは。他のやつ言っちゃったぞ。とりあえずセノとキャンディスに情報を伝えようぜ。アシュバッタ神殿の方向へ。地面の痕跡が示しているのと同じですね。どうやって分かったんだ？友達からちょっとヒントをもらったんだ。信頼できる情報だってことは保証するぞ。ああ、信じるよ。それでは出発しましょう。無事。またビジョンを見たのか？はい。でも今回はぼんやりとした声しか。二人の会話のようでした。気づかれるかも、とか、痕跡をたどって追ってくるはず、とか。ニーローの声だったか？あまりにかすかで、そこまでは。ふん。とりあえず、廃墟の方へ行ってみよう。ビジョンが見えたということは、進む方向は合っているのかもしれない。でもいいのよ。よし。多分この辺りだろう。この辺ってよく砲塔弾が出てくるんだよな。危ない目に遭ってたりしないよな。あそこ。あ、ニーローだ。本当にニーローだぞ。遠すぎて聞こえないようだ。あっちに行こうぜ。こんな遠くまで来ることになるとはね。そろそろ着くのかな。ニーロー。え？ニーロー来てやったぞ。悪いやつに。あれ？おや？悪いやつっていうのは僕のことかな。なぜお前が。僕がどうかした？みんな、どうしてここに？なんでみんな質問ばっかしてるんだよ。って、オイラも今しちゃったけど。騒がしいわね。静かな場所で練習することも叶わないわけ。ソルシュ？我がエッサンシュ！と、シロフラ！お前ら、この赤フライムと知り合いなのか？ちょっと、誰が赤フラよ。このソルシュは、高貴なる彼、霊光の勇者なんだから。こいつは、甘露花界で知り合った彼だ。話し方はちょっと変だけど、いいやつだぞ。あれ？
セトスさんが身につけているのは。え、このウジャトの目のかけらのことかい？え、もう一つの宝石を買ったのはお前だったのか？ウジャトの目、そして彼、本で読んだことがあるような。じゃあ、ことの経緯はもう分かったのかい？今は謎かけをしてる場合じゃない。町のみんなだってニーローのことを心配してるんだ。え？私？でもみんなには伝言を残したでしょ？伝言？何の伝言だ？そのようなものは受け取っていませんが。ラッシュヌのやつ、また寝落ちしちゃったのね。その名前を聞いて分かった気がするぞ。ラッシュヌって誰だ？伝言を頼んだカレーだよ。ただあの子はいつも気だるげだから。ちょっと待て、いろんなことが起こりすぎてよくわからないぞ。とりあえず整理しようぜ。まず、ニーロはどうしてソルシア・セトスとここにいたんだ？それを説明するには、そうだな、ソルシとの出会いから話そう。あいつらが来るよ、サルシュ。ふん、欲張りな奴らだわ。この前、砂漠で騒ぎを起こしたのってあいつらよね。ふん。元気出しなさい。あいつらを懲らしめてやらなくちゃ、安心して眠れないわ。ふん。じゃあソルシュ、あいつらが通ったら茨で閉じ込めてやるから、後のことは任せたよ。ええー、こんなの楽勝よ。恐怖で震えるがいいわ。ん？なんだ、イバラが！ボス！台車が動かない！え？今よ！くらいなさい！気をつけて、ソルシュ！その辺にしておいたらどうだい？あら？なんちは何者？僕はセトス。散歩してたら騒がしい音が聞こえたから、好奇心で見に来たんだ。貨物は全部壊したみたいだし、この辺りで勘弁してあげたらどうだい？大騒ぎになったら収拾がつかなくなるからね。ちっぽけな人間よ。私が誰だか知っているの？高貴で偉大なるカレーよ。砂漠に君たちを知らない者はいない。まして、勇者ソルシュのことなんて言うまでもないさ。ふう、なかなか見る目があるよね。ま、今日はこの辺にしておきましょう。でも、次にこのようなことが起きたら、この霊光の勇者は砂漠の安寧を壊す悪党を許したりしないわ。
その後、すっかりソルシュと仲良くなっちゃって、ソルシュにスメールシティを案内してあげたんだ。お前ってほんと、誰とでもすぐに仲良くなれるんだな。ええ、このガイドの仕事は高く評価してあげるわ。実は、今回ここに来たのは、重要な責務があるからなの。責務？どんな責務だ？通りすがりの者から、今はちょうどクラクサナリデビ様の生誕祭の時期なのだと聞いたわ。我ら彼は、クラクサナリデビ様の眷属だから、特別な贈り物を用意して差し上げたいのよ。ズルバーン先輩がいろいろ考えた結果、彼の勇者、つまり私が、数百年にわたって受け継がれてきた家臣の舞を、クラクサナリデビ様に捧げることが決まった。来る途中で、家臣の舞の人選はもう決まってるって、ソルシュに伝えたんだけど、彼女はニーローさんに会いたいって聞かなくてさ。ふん、会わない方がマシだったわ。今の家臣の舞が昔とこんなにも違うなんて。まあ、400年も受け継がれてきたわけだし、変わっちゃうのも無理ないよな。でも、昔の家臣の舞が見られるって聞いたから、ソルシュさんに教えてほしいって頼んだの。だって、こんな機会めったにないでしょ？今年の家臣誕祭で、この特別なダンスを捧げれば、宗神様も、お祭りに参加する人たちも、きっとみんな喜んでくれると思う。そういうこと。私も、この子がいい覚悟をしてるなと思ったから、静かな場所でダンスの練習に付き合ってあげようとしてたの。そういうことだったのか。ずっと追いかけてきたけど、結局悪い奴なんてどこにもいないじゃないか。みんなナヒーラに自分なりのサプライズを送りたかっただけってことか。待って待って。例のキャラバンのことを忘れないでよ。あいつらが一体何をしでかしたのか、まだわからないんだからさ。砂漠を破壊する者。おそらく私利私欲のために遺跡や墓を荒らす者でしょう。だからアール村を通らない、こんな偏僻な場所を選んだのか。もしお前に見つかれば。恐怖に震えるだけでは済ませませんから。昼間の太陽が懐かしくなるようにして差し上げますよ。キャンディス、お前、急に怖いぞ。そういえばキャンディスさん、君はもう半分のウジャとの目を身につけてるね。そうそう、それって一体何なんだ？キング・デ・シェレトのアフマル様が、クラクサ・ナリデビのナヒーダ様に送ったプレゼントだ。その通りだ。君もその伝説のことを知ってるみたいだね。ちょっと記憶にあっただけだ。これまで、二つの宝石と伝説を関連付けようなどとは思いもしなかった。ああ。僕も最初は、この宝石がちょっと特別だと思っただけだった。それで商人から買って、沈黙の殿に持ち帰った後、多くの文献を調べて、ようやく確信を得たんだ。初めての家臣誕祭が開かれた時、キング・デシェレトのアフマル様と家臣マリカッタ様は、クラクサ・ナリデビ様にサプライズを用意したという。道沿いにキャンディーを残して、クラクサ・ナリデビ様を宴会の場所へと導こうと考えたそうだ。不思議に思ったクラクサ・ナリデビ様が、湖のほとりまで来ると、弦の響く音が聞こえてきた。アフマル様が演奏してたんだ。そして、マリカッタ様は旋律に合わせて、しなやかに踊ってたんだってさ。二柱の神様は、愛する宗神様が、この偉大なる日に、誕生の喜びを感じられるようにと祈り、宗神様に貴重なプレゼントを送った。三柱が一緒に過ごしてきた素敵な時間を記念するために、マリカッタ様は、ウリンを守る霊光を、アフマル様は、ウジャとの目をプレゼントしたという。しかし、カーンルイヤの災厄の後、ウジャとの目は失われ、
黄砂に埋もれていった。霊光は暗くサナリデビ様によって慎重に作り変えられ、生と死の世界を守り続けた。いつしかそれが散らばって私たち影になるまで。つまりキャンディスが見たのはウジャトの目に記録されたビジョンだったってことか？初めて手に入れた時は僕も驚いたよ。こんなに時間が経ってもなお伝説のウジャトの目は見たものを記録し続けてるのかってね。その力は特別で、アフマルの民、つまりキングデシェレトの末裔だけがこれと共鳴できる。もう壊れてるけど、今もこの中のどこかに過去のビジョンは残ってるんだ。もしかしてこの前ぼんやりと聞こえた言葉はアフマル様や家臣様のものだったのでしょうか？ウジャトの目の二つのかけらをあなたはどうしたいですか？キャンディスさんが許してくれるなら、二つとも沈黙の殿に持ち帰って保管したい。ええ、賛成です。それはクラクサナリデビ様のものなわけだけど、返すつもりはないの？それはやめておいた方が良いと思います。宗神様が覚えているかどうかはさておき、砕けた思い出には今や悲しみしか残っていないかもしれません。あなたたちの意図はまだ完全には理解できてないけど、それがあなたたちと我がエッサン氏の決定だというのなら何も言わないわ。それよりさっきからダラダラと喋ってばかりで、これじゃ全然家臣の眉を教えてあげられないじゃない。それもそうだな。何もないって分かったわけだし、かえってみんなの心配を解消してやろうぜ。俺も他のマハマトラたちにあのキャラバンの犯罪の証拠を徹底的に調べるよう伝えておく。もし悪事を働いているなら絶対に許さない。僕はここに残るよ。この辺は魔物が結構多いし、護衛は一人でも多い方がいいだろ。みんなを心配させちゃってごめんね。ダンスを覚えたら戻ってみんなを手伝うよ。よーく見てなさい。目をそらさないでよ。しっかり私のステップについてきなさい。はい、ソルシュ先生。私の家臣の舞ってこんな感じだったんだ。いい？こう、そしてこうよ。こうしてこう。覚えたわよ。言ってあげて。ウジャトの目に隠された歴史。戻ってきたか。もう少しで傭兵の仲間たちを呼ぶところだったぜ。どうだった？大丈夫だ。何もなかったぞ。そういうことだったんだね。何事もなくてよかったよ。そっちはどうだ？サプライズの準備は順調に進んでるか？カーベは設計図を私に来た後寝に帰ったよ。あの様子じゃ多分昨日は徹夜したのかも。あんたたちがいない間にキャンディータワーの枠組みを作ったぞ。念のため
後でもう一度確認するわ。さっきはあなたたちのことを心配しながら作っていたから。とにかく、あとちょっとだ。みんなで力を合わせれば、すぐに終わるよ。よかった！フロート社のパレードに間に合いそうだな！あ、パレードといえば、旅人、一つお願いしてもいい？教令員が各学院の代表者に、パレード当日の花の騎士を選ぶよう言ってきたんだ。で、話し合った結果、君が適任だってことになったんだけど、どうかな？よかった。君は宗神様の友達で、スメールを救った英雄でもあるからね。だからみんなは、君が適任だと思ったんだろう。よろしく頼むぜ。あんまりプレッシャーをかけないでやってくれ。そういや、キャンディスもパレードに参加するんだよな。確か、演奏って言ってたか？ええ。ニーローさんのダンスの伴奏を。おお！おいら、まだキャンディスの演奏を聞いたことがないぞ！お気に召したら、いつでもアール村に来てください。眠りにつくまで演奏して差し上げますよ。そうだ！私からも一つお願いしていいかしら。宗神様のフロート社の装飾品を作ったんだけど、スラサタンな聖書に持って行って、フロート社を飾り付けてもらえない？花の騎士がフロート社を飾り付ければ、儀式感もより増すと思うの。ひひ、そんなの楽勝だぜ！オイラたちに任せろ！スラサタンの聖書に行ってフロート社を飾り付けるだけだよな。過信探査前夜のスラサタンの聖書ってどんな感じなんだろうな。気になるぜ。最近、みんなが私を避けている気がする。まるで木のうろに住むリスが秋になると何かを隠し始めるみたいに。いいえ、パレードが終わったら素直にみんなに聞いてみましょう。誕生日、この特別な日には素敵なフロート社と美味しいキャンディーがある。そしてお待たせしました、我が女神。ええ、私の騎士よ、出発しましょう。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。過信探査が幕を開け、人々は
彼女を囲んで楽しく踊る。あれ？あれはパチサラか？花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のように弾けた。いくぞ、3、2、1。花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う。こんなに素敵なお祭りは初めてだと。全てがまるで夢のようだと。誕生日サプライズが無事成功したことを祝って。乾杯。やはりわしの目に狂いはなかった。カーベ、お前は建築の天才じゃな。先輩、飲みすぎですよ。キャンディータワーがフロート車にぶつかったのを見てからファルザン先輩はずっと興奮してるんだ。実はさっきから何杯も飲んでるんだよ。それくらいいいじゃないか。せっかくの祭りなんだから思い切って楽しまないとな。そういえばキャンディス、楽器上手すぎだろ。どうして普段からもっと演奏してくれないんだ。ありがとうございます。大抵は夜に見張りの仕事が落ち着いた時、星空を眺めながら弾いているんです。星が羨ましいな。でもお祭りの注目ポイントは私の演奏などではなく、ニーローさんの踊りでしょ。え？急にそんな。なるほど、ウジャとの目は沈黙の殿で預かったのか。研究のために貸してあげようか。いや、いい。そういった品は歴史を示すものに過ぎない。象徴となる過去が明らかになった今、ただの物品に戻ったんだ。へえ、君なら珍しがるかと思ったけど、名前からするにきっとすごく綺麗な宝石なんだろう。一目見といて損はないんじゃないのか。一目見るにはわざわざ沈黙の殿まで行かないといけない。いささか遠い。もうちょっと外を出歩いてもいいんじゃないのか。もし宝石の鑑定や認証でそれを教令院に持ってくることがあるなら、ついでに見てみてもいいが。そういえばどれくらいの価値があるのか気になるな。いい質問だね。考えたこともなかったよ。古代の王宮の城壁を見ても、急に1ブロック外して価値を測ったりしないだろう。うちの学院の奴らならやりかねないな。最近の後輩たちはみんな好奇心旺盛らしいぞ。もし本当にそういうブロックがあったら、報告書を書いて俺の執務室に届けてくれ。はあ？そんなことまで君に報告しなくちゃいけないのか。いや、ただそうしてくれれば
ブロックが届いたらすぐにわかるから、一目見に行ける。聞いた僕がバカだった。迂闊に返事をするもんじゃないな。報告書をリマインド代わりにするのか。なかなかいいアイデアだね。リマインドといえば、俺は感じた。友よ、神聖なる時が訪れようとしている。そうかい？僕は何も感じなかったけど、ヘルマヌビスが君だけに呼びかけたってことかな。今こそ、七聖子。コレイが呼んでるみたいだから、先に失礼するよ。はぁ、カードゲーム、またカードゲームか。コレイ、僕のことも呼んでくれないかな。みんな、楽しそうだね。ええ、一生の中で一番忘れられない誕生日になったわ。宗神様の命は長いものですのに、今結論を出すのは早すぎませんか？そんなことないわ。その瞬間に、ああ、これは絶対に忘れられない思い出になるってわかることはある。あなたはソルシュというのね。あなたとお友達は、スメールシティに引っ越すことは考えていないのかしら？それは、お気持ちだけありがたくいただきます、宗神様。私たち彼には、己の責務がありますから。それに、私たちにとって、街は騒がしすぎます。そうなの？でも、人々と一緒に過ごしていれば、面白いこともあると気づくはずよ。はい、私もそう思います。エッサンシュやシロフラと過ごした日々をよく思い出すのです。お、本当か？嬉しいぜ。そう考えると、今回の過信探査じゃみんなにサプライズがあったんだな。特にナヒーダがアランナラを呼び出した時は、オイラ本当にびっくりしたぞ。気に入ってくれてよかったわ。あなたたちに気づかれないようにしてねって、あの子たちに念を押したの。それでアランサカに会った時、あんなに慌ててたんだな。口が滑るってこのことだったのか。でもスメールのみんなは、あれがナヒーダが送った夢だと思っているぞ。夢ね。ナヒーダ？いいえ、何でもないわ。そうね。私たち、夢の中にいるようなものなのかも。え？でも、どうすれば？はいはい、みんな集まってくれ。左側の人たち、もうちょっと寄って。わしの靴を踏んでおるのは誰だ。うう、すみません先輩、私だ。ちょっと人が多すぎて。シロフラ、ここはカレー専用の特別席よ。ふん、こいつの隣で浮いていいのはオイラだけだぞ。なるほど、写真ね。本当に不思議な考え方をするのね。そんなことを経験したことはないけど、あなたを信じるわ。この瞬間が私たちのために止まってくれることを。カーベも来て。ああ、ちょっとタイマーを設置するから。よし、3、2、1。誕生日おめでとう。
悪くない目が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。
くてもいいのよ。みんなは俺が守る。
きがたし。くらえ。みんながそばにいて。かかれ。やっ。いいとよ。考察せよ。はっ。ほっ。全力攻撃だ。この剣はわかるかい。股間奥義。お、行こう。だ。終わりね。撤収。捕まえた。みんなは俺が回す。刻め。じゃあ行くよ。はっ、ほっ。世界を熱狂の渦に。ご安心を。やっほー。よっ、打ち続けて。やっほー。はっ、ほっ。そりゃ、気分け、山の地。はっ、かじゃーん。歌え、僕の名のもとに。じゃあ行くよ。打ち続けて。うんうん、いい。騒乱の憩い。どよめく神学、火炎を刻め。どうぞ不意打ち。気をつけなさい。で、僕を称えよ。光り輝くがいい。
響け幕の音。やっほー、ローズクラッカー。スピナディロースが特殊よっ、補助力を。じゃあ行くよ。おつけなさい。火炎を刻め。気をつけろ。再構成します。霧となって散りなさい。退路はない。ムーンは必ず生産する。どこにいるのか聞かせてもらおう。そうや、俺が守るよ。決定権限あらゆる我が家の意向は奇類なき者。今はどうも気分が跳ねないのだ。ムスケラども、きっちり代償を払ってもらうぞ。クオパーよっけ。清掃を開始します。福井区の語り。あの王よ、あなた様の本に生贄を用意した。火に気をつけろ。さあ、死での旅路へ。ゴジの炎遅延で口よくなっちゃって出そう。一切合切燃やし尽くせ。キャッハー、救済ちょうだい。師匠の技を食らいね。再構成します。やっと
我に光下がる。さあやっ、ここまで炎の盾かかったな。ヤガミに報いるために俺が守るよ。そうれ、サンディス料理の時間だよ。ここにできねえのか。お前永遠に黙らせてやる。無礼者は必ず出たい。どこに。ここより弱滅の時、裁きの雷。よっ、ストップ。痛がってもう終わりね。撤収。ほっ、雲の行くごと響け、格止め。せっ、ほっ、せっ。稲光、すなわち永遠なる逃げ道はありません。どの目が出るか。もみちが散らまく惜しい。どよめく神学、火炎を刻め。じゃあ行くよ。無我の境地。終わりね。撤収。かかれ。風雲の行くごと風よ。よっ、さばきの雷。ここより弱滅の時。わけ山の地。糸よ、工作せよ。もみちが散らまく惜しみ。